これはこれは老様、お久しゅうございますな。今日はお連れの方もお見えで。セザール殿もお元気そうで何よりじゃ。ところでジエゴ殿に用があるんじゃが、おるかの。あいにくですが、ご主人様はデルカダール城に剣術の講義に出向いておりまして、しばらくご不在です。それは残念じゃの。各地の歴史や文化について久しぶりにまた語り合いたかった。老様の見識の広さにご主人様は感銘を受けておられました。老様と会える日を楽しみにしておられましたよ。では話はまた次の機会にするとして、ジエゴ殿がいないのであれば、実はさらなる見聞を広めるために外界に出ようと思っておってな。水門を開けてほしい。もちろんでございます。他ならぬ老様の頼みを断っては、私がご主人さん、それでは私が水門を開けておきますので、皆様はかたじけないの、セザール殿。ジエゴ、
上出来じゃな。うん。セザール殿じゃ。みん。おや、あの方は。上がり。もう、なんなのこの…シルビア、どうした？わからないわ。急に霧が出てきたの。気味が悪い。おぉ、光じゃ。霧が晴れるぞ。ここは…一体不思議なところ、まるで幻のようだ。うわ！機内？機内なの？何よ！驚かせないでよね！それにお姉さん。
方は叫ばないのね。私を捕まえようとしないし、驚かせてごめんなさい。私はロミア。機内が来てくれたのかと思って、つい…うわぁ、びっくり。人魚って本当にいたのね。機内はナギムナー村に住む人間の漁師。私はこの入り江で彼を待っている。結婚？人間と人魚が？そうね。私も最初はそんな約束叶いこないと。陸に上がった人魚は再び海に戻るとき泡となり消える。私たち人魚は。でもそれを知った機内はね、私のために海底で暮らすと言ってくれたの。海底王国の女王様も許してくださったわ。なんだか夢みたいなお話。でも機内が来ないの。一緒に海底王国へ行こうって。機内が約束を破るなんて一度もなかった。彼の身に何かあったのか。あの、失礼を承知でお願いがあります。機内の様子を見てきていただけませんか。人魚の住む海底王国か。あ、ロミア、あなたの頼みを聞いてあげるから、なんとかして私たちを海底。はい、お安い御用です。あなた方の船を人魚に伝わる秘宝で海に潜れるように。海底王国に行けば海底に沈んだオーブの手がかりが得られるかもしれないわ。ロミアの頼みを聞いてあげましょう。ありがとうございます。機内の住んでいるナギムナー村は遥か日、迷わないようあなたの地図に印をつけておきました。どうか機内を見つけ出してくださいね。荒波のように男らしく、潮風のように爽やかで、海のようにおおらかなり。いやだ、私ったら。機内にはThank you.
れじゃ。
にするんじゃ。するでない。ここがナギムナー村ね。ロミアに聞いた話によると、素敵、青い海、白い砂浜、きらめく真珠と屈強な海の男たち。って、なんだか活気がないわね。なんか訳ありみたいだな、この村は。まあいい、厄介事はごめんだ、とりあえず。
さあみんな静かによくお聞き。この世で最も美しく最も恐ろしい、昔々この村に大変腕のいい漁師がおり、村長さんは漁師を痛く気に入って自慢。村長さんはこれで一安心、漁師と自慢の娘。しかし突然平和な日々は消え去りました。悪魔のような大嵐が漁師を襲い、真珠と共に海に放り出されてしまったのです。漁師は真っ暗な海に沈んでいきます。光る真珠が蛍のように見えまし、漁師の前に現れたのは、それはそれは美しい人魚。生きたいならば魂をくれ。それから何日が過ぎたでしょう。村人は漁師がもう死んだものと、その時驚くべきことが起こりました。死んだと思われ、いいなずけは大層喜んで漁師を看病してあげました。漁師はまるで別人のようでした。日がない一日ぼーっと海を眺め、ついにはいいなずけを捨てて海に出るぞと暴れるようになる始末。村長さんは漁師を引っ捕らえると、二度と、こうして人魚に魂を食われた漁師は暗く寂しい。さあ今日はここまで。続き。に人魚怖え。逃げろ。おや、旅人さんですかい。おばあちゃん、私たち漁師の機内を探し。おや、まあ珍しいことじゃ。あんた方はあの子のお友達かい。機内、あの子なら今頃西の海ですじゃ。この村を襲った化け物イカ、あんた方機内に用があるのなら化け物イカを倒すって。しかし気をつけるのじゃぞ旅人さん。海で最も恐れるべきものは人々を惑わす人魚。